はい、どうも、マチョウダです。本日は新規撮影のスポーツショップさんということで、埼玉県のスポーツショップモストさんに来ております。お店に来るのは何回目かなんですけど、撮影は初めてということで、普段行ってるお店とは違うものが結構ありますので、その辺紹介していけたらいいかなというふうに思います。で、何本かに分けてやっていくんですけど、なんと、さっき決まったんですけど、走るおいチャンネル企画をやってくれるってことだったんで、その辺もまた動画の途中で紹介していきます。やっていきましょう。はい、というわけでこの1本目は、まあ、全体的に何があるかっていうのと個人的に気になったやつを紹介していくんですけど、まあ、やっぱり気になってくるのはグローブ、バッテ、バット、まあ、バットってそんな新作出ないんで、グローブと手袋ですかね。それをちょっと見ていこうかなと思います。で、グローブ並んでるんですけど、このスポーツショップモストさんでは店舗別注の高校生向けグラブっていうのが結構多くてですね、まあ高校生とかって使えるカラー限られてくると思うんで、その定番からちょっとずらしたやつ、ちょっと違うやつっていうのを多く入れてる。っていうか、まあ自分見てて多いなと思いました。こっちから行きましょう。こっからですね。はい。ちょっと入ったばっかっぽい Z があって、ミズノがあって、アシックスなどなどあります。で、もうこの辺見てもらうと多分目止まると思うんですけど、例えばこれとか、これとか、定番のカタログにないやつだと思うんですよ。カラーが。こういうやつとかって。で、これが、まあ、その、高校生とかで人と被らないように店舗別注で作ってるということらしいですね。カタログに載ってないやつ。で、店舗でオーダーしてるって感じだと思います。やっぱ高校生は、どうしても、こう、遊べないじゃないですか。カラーが草野球と違って。そういうとこで、これとか、すごいですけど、ハーフの、水のプロとかあんまないっすよね。これ。っていうのがいろいろ入ってるんで、これ高校生の方はかなり必見だと思います。で、ちょっと奥行きましょうか。こっちに来ると、まあ、左もあるんですけど、ブロンド系だったりとか、グローバルエリートがありますね。はい。これは多分店舗別注じゃなくて、カタログ商品が多くなってると思います。で、こっち。軟式に変わってくるのかな？はい、そうですね。軟式に変わってきますね。で、あと気になる、珍しいメーカーだと、これとか、多分新しいやつですね。ミズノのアメリカなんとかみたいな、プライムエリートってやつですね。はい。これ1万7000円ですからね、軟式用の。なんかグローバルエリートっぽいですけど、プライムエリートっていう、タティスジュニア選手とかのシリーズかな？ちょっと日本のじゃないですね、これは。っていうのがあったりします。と、ザナックス、アトムズ、で、ここから少年ですかね。という感じの、このメイン棚っていうやつ、メインコーナーになってます。で、ちょっと映ってなかったんですけど、裏側。こっちは、特公式グラブということで、ちょっと安い系かな？例えばこれとか、シュワプレイの公式用、19,900 円とか。値引きされてます、かなり。とか、1個やばいのがあったんですけど、こう落ちて、こう落ちて、これがやばいらしいですね。なんと、この激安グローブってあれだけあって、マジの激安でした、これ。6万5千円が2万7千円という。これやばいですね。まあ、片落ちだと思うんですけど、1つ目の公式用にかなりいいと思います。こういうのも珍しいですよね。あと、ワゴンとかもあります。で、これ他にも棚が結構あって、ここウィルソン、アンダーアーマーだったりとか、なんかちょいちょいいろいろあるんですよ、こっちにも。なんか棚の上にグローブ乗ってて、これもそうなんですけど、店舗別注とかがめちゃくちゃあるんですよね。だからグローブコーナーと言いつつも、なんかいろいろ点々としてるっていう並びになってますね。この辺とかもダイバーシティの店舗別注がありますね。というのが全体的なグローブのところになります。で、ちょうど今バッテリーが下にあるんですけど、この前入ったやつ、ネオライム。自分これもう買っちゃって、あの試合で使ったんですけど、これも入ってますね。ちょうど今オールスター前で撮ってるんですけど、オールスターで水野契約選手が使うという。とあとフランクリンのこの限定別注とかも入ってきてますね。定番にないカラー、多分これも全部入ってますね。はい、っていうのもちょっともし気になる方はチェックしてみてください。あとこれだ、これがあの新しいフランクリンのオレンジですね。オレンジってないんで、定番であんまり。オレンジ好きの方は必見です。というわけで今本当にさーっとなんですけど、全体見させてもらいました。で、これ今日撮影前に聞いた話なんですけど、なんとスポーツ部モストさんではこの水のプロの、グラブを購入した際に、公式ですね、この片付けサービスとか初回工賃無料とかあるんですけど、なんとここが、バッテ、レッグ、エルボ、ネーム刺繍の好きなものをプレゼントらしいんですよ。だから水プロのバッテだったら7000円分プレゼントってことらしいんですよね。オーダーか定番で。で、これはもう毎回やってるらしいんですよ。毎月というかずっと。で、ここから大井チャンネル何しようかなって話してまして、8月31まで、夏休みが終わるまでですね。もうちょっとそのコラボ企画ということで、グラブを買ってくれたら、好きなオイルを2つプレゼント。
というのをやらせてもらいます。で、条件は購入時にレジでオイチャンネルを見たというキーワードを言ってください。これ軟式の対応で、水のプロの場合はこれプラスオイルらしいんで、かなりお得になると思います。ただこういう特価のやつ、もう明らか安いやつはその配信日までにセールっていうポップを貼ってもらうんで、セールってやつを、それは対象外なんで、まあ普通のグラブは全部オイチャンネル対応ということなんで、ぜひチェックしてみてください。ちなみにオイル見てみます。まあ、もちろん少年野球も対応なんで、公式、軟式、少年全部対応なんですけど、好きなオイル2つなんで、高いの2ついっても多分 OK だと思います。これは詳しくは聞いてないけど多分 OK です。多分高いオイルって言ったら3000円クラスのがあるんで、まあ、それ2個もらえたらかなりお得ですよね。多分あのプロティオスも対応なんで、そしたら6000円ぐらいお得になるという感じになりますね。プロティオス2本はなかなか激アツだと思います。っていうのが1本目の動画になります。というわけで、1本目は全体の店内と、まあ、気になったやつ紹介してキャンペーン発表したんですけど、実は今ちらっと映ったけどまだ紹介できてないもので面白いやつがありましたので、それは夏休み中の8月配信になると思うんですが、もうちょっとピックアップして細かいところを映していこうかなというふうに思います。で、何本か撮って帰るんですけど、最後にやばいやつあるんで、それちょっと夏休み上がるんでチェックしてみてください。というわけで、スポーツショップモストさんの詳細に関しては動画の概要欄からチェックしてみてください。引き続き続編ご期待ください。それではわけの所長以上です。イグリッショウエストして見つめ直したって靴帰らない、振り返らず走り続けろ。確かに聞こえるサイレンがポテポテでも走った、別れててもゲットフライキングだ、切れたって転がり続ける。そして今月のプレゼント企画はこちら、軟式用ドナイヤのドナイヤ10周年記念グラブを1名様にプレゼントします。こちらは休日先生で店長からご提供いただきまして、今月のプレゼントにいたします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。